どうも、ボーロボと申します。今回は、国民民主党、関連の動画です。ニュース記事は、スマート、フラッシュから。国民、玉木代表が維新との連携に意欲、維新だけはやめて。協力したら本気で押せる、SNS で賛否渦巻く。4月25日、国民民主党の玉木雄一郎代表は記者会見で、次期衆院選をめぐり、立憲民主党との候補者調整に、否定的な考えを示した。憲法、安全保障、エネルギー政策という、国家の基本に、関わる政策で一致しない政党と、選挙協力はしない。いくら選挙の調整をしても票は増えない。政策を、置き去りにして、選挙のために候補者を一本化することは、野望と見られる。まずは立憲民主党を、野党第一党から下ろすという、理屈もわかりますが、維新に持っていかれて、与党内の親中的な動きを止めることが、ますますできなくなってしまう、危険性もはらんでいます。政策では、我々に、最も近い政党、と言いますが、それは、あくまで、維新と維新以外の野党を、比較した場合でしかありません。玉木代表が、誰かのように、主張には全然反映、されていないのに、取ってつけたように、戦闘員には敬意、とか、連呼し始めたら、残念すぎますね。と、まあ、今回は、こんな感じで。気になった人は、チャンネル登録お願いします。Twitter フォローなども、お待ちしております。それでは、また。